ピッ、そこのあなた、イエローカード、どうも、ぼーちゃんです。あなたの心にチャージング、しゅーちゃんです。いつもよしーです。ちゃんとしてくれる。なんかせえや。今回は、ちょっと遊びで、どんな対決かと言いますと、滑り込みでどこまで滑れるのか。よっ。スタートの線だけ決めといて、予想はもう好きなだけありで、はい、そこからどうでも前でもいいし、後ろでもいいし、滑り込んで一度も届くとこにペッて置いたとこの長さで勝負します。はい。倒れ込みとか滑ることにはハンドボールやっぱ大切なんですかね。あるな。シュウちゃんどうなのその辺は。やっぱり、怪我を防ぐっていうのも、すごい大事な要素なんで。小学生とか中学生も練習した方がいいですか。練習した方がいいです。ああ、そうですね。その練習の動画にもなると。そう、そういうこと。というわけで、誰が一番遠くまで滑れるのか、はい、やってみましょう。ファイヤー。じゃあ負けたもんからいこうか。最初のループ、まあ、2周するからな。じゃあヨッシーからね。投げるのなし。地味や。おお、ライクロスでした。記録なし。滑ってないです。転がってるのでアウトです。あもっとおもろいこと言え。結果発表。まあ、審議やけどなこれは。はい、1位もーちゃんです。なんでお前が言うの。あざーす。2位は。いや僕です。え、いや、僕です。え、3位が。3位は、しゅーちゃんです。はい、はい、はい、そうな、3位しゅーちゃんやった。あれ俺、あそこのインチキせめぎ合い始まると思ってたけど。ちょっともう一回取れなそう。ということで、1位おーちゃん、2位よし、よし、3位はしゅーちゃん。ちょっと納得いかんけどな。どうなんだよ、滑り込みの大切さだけど、ビリーのしゅーちゃんから伝えたの。ビリーのやつか。まあまあ、滑り込むのも、うん、転がり込むのも、うん、何ジャンプした着地の衝撃とかをこう、うん、何吸収するというか、うん、和らげるためにな、和らげるためにやるから、うん、まあ、そういう意味では、まあ、不正したけど俺の勝ち。不正した言うたよ。確かに転がって衝撃一番和らげと思った。一番和らげ。絶対骨盤打ってるやろ、どっか。ということで次回またコーチ対決で会いましょう。えい。
では行きます、はい、せーの、調整調整調整、おいおい、じゃあ、しゅうちゃんお願いします。衝撃をね、吸収してます。あの、助走がいい感じになったから、これ、いける、こう衝撃吸収、これすると怪我がね、防げるという、これは、やばい、いけるいける、これ今までさ、今まで一番倒れ込んだことこれ、これ人生で一番倒れ込んでますね。衝撃吸収してます。これ、新記録いくぞ。1位はしゅうちゃんでした。悩んだり立ち止まったり、君が道に迷っても